さんこんにちは。今日は当て板の溶接をしていきます。まず母材側がタンクなんですが、タンクの板厚が6ミリで、当て板の方も6ミリなので、6ミリ同士の板を溶接していきたいと思います。で、今回ローリングはせずに全部反復で切りながらストレートで溶接をしていきたいと思います。高めの電流でテンポよく溶接をしていきますので、ローリングをするよりも早いかなと思います。まず当て板の状態なんですが、こんな感じで当て板をしていますので、ここを全周溶接していきたいと思います。こういう当て板を溶接する際の注意点なんですが、あまりヨモリが横へはみ出ないようにはした方がいいと思います。なので連続ですと手が震えてしまったりした時にビードがはみ出る可能性もありますが、切りながらですとそれがほとんどないので綺麗に溶接ができるかなと思うので、比較的やりやすいやり方だと思うので、よければ参考にしてみてください。貼っている板の大きさがだいたい460ぐらいの長さの板を貼っています。このように板厚は6ミリです。少し5ミリに見えますが6ミリです。で、ノズルが7番を使用して、タングステンの長さがだいたい7ミリぐらい出した状態で溶接をしていきます。で、今回ストレートで反復で切りながら溶接をするのですが、進行の方法はこんな感じでやっていきます。もうどの角度でもこんな感じのトーチの持ち方と進み方でやっていきます。今は完全に手をつけていますが、溶接をしていくと熱くなってきますので、少しだけ浮かして溶接をしていってください。それではまず左側面のこの部分を溶接していきます。今回すべての箇所、電流は240アンペアで、棒は 2.4 ミリを使用していきます。溶接方法なんですが、このようにある程度自分の出したい幅にプールの形ができたら、そこに棒を入れてヨモリを膨らますというのを繰り返していく感じで溶接をしていきます。少し不安定になったりしていても切りながら溶接をしますので、クレーター電流の間は他のところが溶けることはないので、幅が乱れることもなく綺麗に仕上がりやすいです。貼っている板がもっとごつい場合ですとローリングもしやすいのですが、板厚が薄いのでローリングをしてもノズルが綺麗に動かせづらいので、今回はストレートで溶接をしています。なのでこういう当て板の溶接をするときに、ローリングがしづらいけどいつもローリングをしているっていう人などはこの方法を試してみるといいかもしれません。あとやりづらい体勢の時ですとローリングは結構しづらいと思うのですが、これだとストレートですので、どの体勢でも比較的やりやすいです。今回 2.4 ミリを使用していますが、棒の送る量を増やせれるのであれば 2.0 ミリを使用しても大丈夫ですし、逆にもっと少しの量で高さを出したい方は 3.2 ミリの棒を使用してもいいと思います。この溶接方法で綺麗に仕上げるコツとしましては、アーク長はある程度一定に保つということと、進むピッチを一定にするのがいいと思います。だいたい自分のつけたビードの真ん中ぐらいを次に狙っていけば綺麗なピッチが保てるかなと思います。あまり荒くしすぎてもつながりが弱いですし、細かすぎると進むのが遅くなったり焼けが多くなってしまうので、だいたい僕はビードの真ん中をだいたい目安にして狙って溶接をしています。これが左側面の溶接を終えたビード外観です。このようになるべく一定のピッチを保ちながら溶接をしていくと、ある程度マシな見た目になるかなと思います。次に右の側面を溶接していきます。こちらを溶接する際も電流は先ほどと同じで240アンペアで、棒は 2.4 ミリを使用しています。利き腕じゃない側の溶接をする場合でもこの方法ですとストレートですので、とてもやりやすいと思います。幅をもっと出さないといけないような場合もあると思いますが、そういう時は電流を上げるんではなく、
軽くウィービングをしながら切りながら進んでいくというのも全然いいと思います。連続で溶接をしていっても安定なビードが得られるという方はそれでも全然いいと思うのですが、体勢がやりづらかったりして幅が安定しないという方などはウィービングで切りながら溶接をしても綺麗な幅と綺麗なビードができます。前回この動画でも紹介しましたが、このように切りながら溶接をする際は反復がとてもいいです。スイッチの押す回数が少ないので、ひたすらこのように切りながら溶接する際はクレーターありですと少し時間がかかってしまいますし、トーチを押したりする数が多いので手も疲れてしまいます。なのでこういう時は反復を利用するのがおすすめです。反復を使用すると終端が必ず黒くなってしまうという人がいるのですが、そういう場合はクレーター電流の状態の時にもっとしっかりとガスを当てて冷やしてから切るようにしてください。そうすればほとんど終端部は黒くならないので、その方法をやってみてください。はい、こちらが右側面の溶接を終えたビード外観です。利き手とは逆でもそんなにビードの見た目に差はないかなと思います。これをローリングでやってしまいますと利き手と逆の方に溶接する場所があるので、やはり少し乱れた状態になることもあると思うのですが、ストレートだとさほどそれがないです。で次に上側の下向き溶接をしていきます。ここの向きが一番重力を受けないので体勢的にも溶接はしやすかったです。あとやはり重力を受けない分ビードなじみもとても良かったです。この幅でもっと早く行きたいという方は水冷トーチの場合なら電流をあと20から30上げればもう少し早いピッチで溶接はしていけると思います。この電流でも幅自体はすぐに整ってくれるのですが、わざと動画ということもあり少しゆっくりめのピッチではやっていますが、この電流でももっと早いピッチでは溶接はしていけるので、もっと早くしたい方はもうちょっとパッパと繰り返しながらやっていってみてください。で切りながらやる際に注意してもらいたいのは、棒をちょんちょんと入れていくやり方で今回やっていますので、必ずガスが当たる位置に棒は置いといてください。そうしないと毎回酸化した棒を入れることになるので、ビードの見た目はとても悪くなってしまいます。今のこの状態ですとトーチから出てくるアルゴンガスが棒の先に当たる位置に棒を置いているので、棒は酸化をせずに綺麗な状態で常にプールに供給することができています。あと別の話にはなりますが、次どの動画を上げますかという話があったので答えますが、次はこの動画を上げたいと思います。結構この動画はリクエストが多かったので、なるべく早めに編集をして上げれたらなと思うので、よければチャンネル登録の方もお見逃しないようお願いします。はい、こちらが上側の溶接を終えたビード外観です。どの体勢でもほとんど見た目に変化はないと思うので、この方法は安定感は多いかなと思います。高電流でも切りながら溶接をしているので、焼け色の方もとても綺麗な状態が保たれています。それでは最後にこの下側の溶接をしていきます。電流は同じく 240A で、棒は 2.4 mm を使用していきます。この真上の向きなどはローリングをする際などは結構溶接がしづらいと思うんですが、この方法ですと真上の体勢でも全然やりづらくないです。なので今回は当て板の溶接ですが、こういう軽い炭肉などではこの方法を使ってもらえれば綺麗な溶接がしやすいかなと思います。あまり脚長がいらない場合の溶接ですと現場溶接でも使えますし、やりづらい体勢の時などにはこの方法を取り入れてもらってもいいかなと思います。脚長や幅をしっかりと出さないといけない場合などはウィービングをしたりローリングをしたりなどしてください。ちなみにこの方法は脚長がいらない場合ですとフランジの外側の溶接にも同じように使えます。これが真下の溶接を終えたビード外観です。
真ん中は少し厚抜きで開けているのですが、このように綺麗な溶接ができています。前周見ていきますと、上が今のような感じで、右側の側面がこのような感じです。これは少しピッチが安定していないところもありますが、もっと一定のピッチを保ってもらえれば綺麗にできると思います。こちらは結構真剣に溶接をしましたので、上の方はある程度綺麗なピッチが保たれていると思います。ただこれは前周ローリングをしてしまいますと、多分見た目の変化が所々に結構あると思うんですが、この方法ですと本当にどの体勢でも見た目の変化があまりないと思います。溶接している僕自身もとても楽な体勢で溶接が全部終わったので、この方法もいいなと思った方は良ければ試してみてください。またこの動画を見てもわからないことなどありましたら、気軽に YouTube の方のコメントに質問などしてください。それと左下のアイコンをタップしてもらえばチャンネル登録もできますので、良ければお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。